で、ここが、大丈夫になってますな。よし、行きましょう。よーし、いい感じ、いい感じ。シャッシャッシャッって、なんか、かっこつけて、それ大統領ね、安心して。お前が一回殺した大統領。ジョンソン大統領。ジョンソン。やはり来たか。やはり来たか。なぜ俺を、うん、その装備はスカルスーツ。はい。まだ実戦には投入していない最新式のものだ。怪我は？変わったやつだな。これから殺す相手の体をなぜ気遣う？君は助けに来たんや、俺はな。はて、なってなってる。裏切り者を始末しに来たんだろ。何を？え？どこさった？どこさった今？え？男か。なんだ？ではお前は一体何者だ？オックスハウンド。引くわ。オックスハウンド。え？そうか。そういうことか。いきなりそっち方面で攻めてくるか、このゲーム。ちょっとまだ心の準備ができてなくてな、私は。体内通信に切り替えよう。聞かれるとまずい。オッケーオッケー、わかりました。いやー、これでいきなり口説かれたらどうしよう、この人に。137から137から口説いてきたらどうする。これ聞こえますか？大統領、テロリストたちは各発射の行動入力を終了したと。そうだ、私が自分で入力した。やはりあなたは奴らと。2時間前まではな、うん、今はバイタル ID の再確認が終わるまで生かされているだけの身だ。裏切られた。いや、そうか。私は継承を望み、彼らは破壊を欲した。なぜテロを？権力に加わるためだ。あなたが権力でしょう。そうや。私は戸様だよ。戸様大量大官だ。私に実権はないのだ。本当の権力は愛国者たちのもとにある。愛国者来た。愛国者たち。あ、言えた。この国の真実だよ。知らないのは当然だ。アリルレロ。彼らの存在を知っているのはコードワードクリアランスを持つ者の中でもごく少数に限られる。コードワードクリアランス。政治、軍事、経済、うん、この国のあらゆる決定は彼らが下している。無論大統領の選定を含め、すごいね、五老星みたいな感じ。彼らこそ我が国を真に支配する者たちだ、うん、そんな信じられないのも無理はない。だが事実なのだ。宇宙防衛の重視、所得税率の引き下げ、 NMD の推進、私が行ったとされている全ての政策は彼らの指示によるものだった。なるほど。宇宙防衛は議会から。それも愛国者たちの演出だ。愛国者。議会はただの演芸場だ。民主主義など教科書のページを埋めるためのお題目でしかない。それとも君は民意が社会に反映されるのを見たことでもあるのか。いや、全ては愛国者たちの利害と思惑に基づいている。政治的な。それを見栄えのいい建前で取り繕った賞のことを君たちは政治と呼んでいるのだ。そんな目で見るな。精神鑑定なら受けているよ。いや、そういう意味では。そういう意味ではいいよな、この愛国者たち喋り方な。私にも彼らの正体はわからん。ほい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 。おそらくは財界や政界、軍のトップの連合体、うん、だが誰が愛国者たちなのかはわからない、うん、全てはカットアウトを通じて指令される。カットアウト。私が知らされているのは12人の老人たちによる最高意思決定機関、賢人会議が全てを決めているということだけ。エヴァンゲリオンみたいな。あなたやホワイトハウスは。彼らのお気に入りのポーン、ただそれだけだ。彼らに従ったおかげで単なる田舎議員の息子が合衆国大統領になることができた。無論それなりの代償は払わされたがな。代償？だがどこまで行ってもポーンはあくまでポーンに過ぎない。私にはそれが耐えられなかった。自分自身のものを残したかった。なるほどね。しかしそれすらもはてなばっかやな、来店先から。君にもいずれわかる。これは面白いね。私の望みは愛国者たちの一員となること、うんうんうん、彼らの支配構造に加わることだった。使い捨てのポーンとしてではなく。それがテロを起こした理由。そうだ。新型メタルギアもあくまで取引材料として使うつもりだった、うん、だったとは。私は見くびっていた。ソリダスは本気で彼らに戦いを挑もうとしている。奴は世界を壊すつもりだ。どういうことです？君が信じようと信じまいと、世界の均衡を保っているのは愛国者たちなのだよ、はい、この国に渦巻く利害を調整し、結果を分かりやすい物語にして大衆に提供する。その機能が停止すれば、いや、その存在が公になっただけでどうなる、うん、
巨大な政治的真空が生まれる。その空位を貪欲な豚どもが見逃すはずがない。すぐさま共食いが始まるだろう。世界中であらゆるタガが外れる。紛争、内戦、恐慌、誰も制御することはできない。彼らは戦ってはいけない相手なのだ。世界を混乱させるのはあなたの本意ではないと。そうだ、私には破滅を望むことができなかった。だが奴は言ったよ。ほう。それが私の限界だとな。奴ってソリダスとは一体何者なんです？ソリダスか。私の前任者はジョージ・シアーズ。ジョージ・シアーズ。だがそれも単なるワークネームにすぎる。ほう。奴のコードネームはソリダス・スネーク。ソリダス、来た。ソリッド、リキッドに次ぐ3人目のスネーク、うん、そういうことね。恐るべき子供たち計画の生き残り。固体でも液体でもない金星の取れた傑作。それがだからこそ愛国者たちは奴を選んだのだろう、大統領としての、うん、だが4年前奴は独断であの事件を起こし彼らの不評を買った、はい、4年前、シャドウモセス事件。ほう、なるほど。そうだ。ほうほうほう。当時ダーパの局長ドナルド・アンダーソンをはじめとする一部勢力がメタルギア・レックスと新型核弾頭の開発を進めていた。これはね、ワンだがそれは愛国者たちの意に沿わぬものだったのだ。ワン、私実況したんで。そこでソリダスは独自の判断で腹心のオセロットを使いリキッド・スネークをけしかけあの事件を起こさせた。うわー、すげえすげえ。奴はレックスと新型核弾頭のデータを手に入れることに成功した、うん、しかしそれによってレックスとゲノム兵の存在が明るみに出てしまうという結果も招いてしまう、はい、それが愛国者たちを怒らせたのだ。そしてソリダスは大統領の座を追われた。なるほど、大統領やったん。辞任ではなかったのですか。合ってる。公にはな、うん、そしてその後任のポーンに選ばれたのが私というわけだ、うん、ね、オッケー。あなたの選挙戦は面白いショーだっただろう。大衆を満足させるためのイベントも多く盛り込んであった、うん、民主党も共和党も愛国者たちの意図に沿って踊っただけだ。全て彼らの筋書き通り。しかし予定外の出来事もあった。それがソリダスは辞任後病死するはずだった。そっちじゃなくて暗殺か。そうだ、だが奴はオセロットの手を借り地下に潜伏した、うん、そして愛国者たちの追撃をかわしながらデッドセルを手なずけゴルルコビッチ大佐の部隊を懐柔し時を待った、うん、時愛国者たちと対等に渡り合う機会、新型メタルギアの完成だ。愛国者たちが全勢力を傾けている最重要プロジェクトを奪えば彼らの急所を抑えることができる。それが彼らに対抗できる唯一の手段だった。あれが手に入り次第奴は戦争を始めるだろう。そうなる前に奴を止めねばなら。めっちゃ面白ない。いや、もう起動してしまった。起動している。いや、まだだ。まだな。君が見たのはメタルギアレイ。2年前にオセロットが海兵隊から奪ったものだ。新型メタルギアではない。マジか。では新型メタルギアと。ここだ。ここだ。このビッグシェル全体が新型メタルギアなのだ。マジで。君が見てきた上部構造は偽装だ。海洋除染施設の体裁を整えるためのな。本体は基底部から海底に建造されている。海底。連絡エレベーターはシェルワン中央棟の B2 だ。おお、シェルワン中央棟 B2。アーセナルギア。それが新型メタルギアのコードネーム。アーセナルギア。アーセナル。アーセナル。かっこええな、アーセナル。サッカーのチームでありそうやけど。核弾頭を含む数千以上のミサイル兵器を搭載し、うんうん、量産型メタルギアレイの群れに護衛される鉄壁の要塞。飛びそうやな、量産型 今まさに右下な。もともとメタルギアレイは海兵隊が世界中に拡散したメタルギアの亜種に対抗するために計画したものだ、うん、だが愛国者たちはそれをアーセナル護衛用に再設計したのだ。はい、メタルギア兵器をメタルギア護衛用に。皮肉なもんだろう。だがそれだけではない。アーセナルギアは戦術ネットを通じて核兵器を含む合衆国4軍の全兵力を掌握することができる、はい、まさにこの国の中枢となるべくして作られた存在なのだ。そんな馬鹿げた兵器を一体、はあ、兵器、それは違う。違う、はてな多いな。アーセナルギアは単なる軍事力などではない。はい、どうした急に怒ってるけど。世界を保全するための手段、
新しい支配の確立、うんうんうん、愛国者たちがこの国の真実であり続けるための要なのだ。彼らは今支配を脅かされ焦っている。焦っている。何かです。デジタルによる真実の反乱、難しいな、世界の窒息、むずい、といったところかな。難しい表現されてる。はてな、その分かる分かる、その、デジタルによってつなぎ止めるためのメソッド、メソッド、それを具現化するためのシステムがアーセナルに搭載されている。それこそがアーセナルの本質なのだ。本質？ GW、 それはそう呼ばれている。愛国者たちの切り札、全然思わなかった。 GW とアーセナルギアの完成はすなわち愛国者たちによる新しい支配の完成を意味する。それを奪えば彼らと対等な立場に立てるはずだった。対等な取引もな。取引だが奴は、そう、ソリダスは取引ではなく逃走を望んだ、はい、奴がやろうとしているウォール街上空への核攻撃も彼らの支配を断ち切り解放区を形成するためだ。奴はそれをアウターヘブンと呼んでいた。アウターヘブン来ましたよ。もう時間がない。アーセナルギア起動の鍵はブラックケースが兼ねていたが、私が入力してしまった。次、うん、に GW は外部と接続を開始し、アーセナルギアの機関部も始動する、うん、そうなる前に奴を止めろ。それが君の役割だ。ロールって言われた。役割、うん、動き出したあれを止められるのはエマ・エメリヒしかいない。彼女を探せ。エマ・エメリヒ。エマ・エメリヒ。エマ・エメリヒ。アーセナルギアのシステムプログラマだ、うん、この中央棟の B1 で監禁されているはず。この中央棟の B1 は浸水しているのだ。いや、はいはい、彼女はまだ生かされている。残っているプログラマは彼女だけ。またこれがなかんの。B1 の北西にあるロッカールームだ。 B1 の北西にあるロッカールーム。通信を解くぞ。 B1 の北西のロッカールーム。 B1 の北西のロッカールーム。カード読んだ。あー、なるほど。これで奥まで進める。そういうことね。今はその先だ。これを彼女に渡せ。何です？ GW とアーセナルギアの制御機能を破壊するものだ。 OK。 エマを連れてシェルワン中央棟 B2 の電算室へ向かえ。 OK。 彼女ならそこからこれを機関システムに侵入させることができる。コンピューターウイルス。そうだ、特定の遺伝子を持った者だけを死に至らしめるウイルス兵器。これ前もなかった。フォックス剤をモデルにして。そうそう、どうしてあなたがこんなもの。愛国者たちが保険用に作っていたものだ、うん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 、オセロットも私の体は改めなかった。早く行け。それを使う以外にアーセナルを止める方法はない、うん、キラ。さて、やばいやばいやばい、迫られる。君に与えるべき情報は全て。ほら、なんか求められんちゃう。これあと一つなすべきことをなせば、それで私の役割は終わりだ。大丈夫？最初にそういうフラグ立てたやん、このおっちゃんな。若い男好きみたいなフラグチラリして。あ、そう、私を殺す。おお、マジかマジか、そっちで来たか。バイタル ID の最終チェックがもうすぐ始まる。今のうちだ。私が死ねば少なくとも核発射は不可能になる。やめとけやめとけ、それは。やめろ。うん、大きい声出して。それが君の役割だろう。撃つんだ。あー、撃ったんか。おお、これなんか大統領。喋りすぎだ、大統領。マジかよ、オセロット。今や元大統領。なぜだ、なぜ大統領。手元が狂ったとでも言っておこう。なんちゅうやっちゃこいつ。また会おう。え、運び屋。運び屋って言われてる。またオーナー。これでいい。これでワンも運び屋やってんな。スネーク自由意志が存在しないならば、服従と反逆の間に違いはない。服従と反逆の間に違いはない。私にできるのは自分の役割を終わらせることだけだ。はい。お、自由に楽にさせてくれ。何を。エマを探す。エマ・エメリヒね。アーセナルを止めろ。エマ・エメリヒ、大統領としての最後の命令だ。エメリヒ頼んだぞ。あれ、オタコンってエメリヒじゃなかったっけ。エメリヒ博士って言われてなかったっけ、ワンの時。違ってたら申し訳ございませんやけど。違ったっけ。今何のあれも何のな、何もなしにいきなり武器取りに行ったよな。これ待てよ。これ、ああ、よしよしよし、運べる運べる。ここにね、遺体はここに安置しておこう。
お父さんなんかペロレーンってペロレーン、ひどいな、めちゃめちゃひどいな。死人に無知やぞお前今のは。さすがにな。さあ適当に見てないんかな。いやーすげえ、あの話長かってんけどめちゃめちゃ面白い内容を話してたよな。ちょっとねトークばっかで申し訳なかったけど、ここ行けるやん。あーここあれに行くんか。あここを通れんのかな、もしかして。その前にちょっと電話してみよっかね。大佐、とりあえず全員電話しよう。応答ないって、あここあれか、あの電話できへんとか言ってたよな。うん、ってことは多分デンローズすらも私の安息の地、ローズすら違うな、操作ミスやわ今のなんかわからんくなってきたよく。こう、あできへんわ、マジか。セーブしたいけどしゃあないねんけど俺。ほんであれここなかった、あここここここ、確かアイテムあったよな、あれ取りたいんやけど俺ちょここ、うん、これ行きたい、これ行きたい、行かせて、頼むから行かせてくれよ。よし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 、ほらこれこれこれ、スティンガーバレットか。こっから帰れんかな。あ、いけるいける、多分いけるわ。高いところに穴あったから、ちょっとごめんなさい時間かかるかもしれんけど、ここちょっと見てみたいんで、ここ通っていこう。あ、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 つっかえましたすまんこっちから帰ろう、素直にな。いやーめっちゃめちゃ面白いわほんま。どうしようこのゲーム、すごいね。でポンってして、でこっちか。おおお、なんか来るぞ、なんか来るぞこれ。あ電話電話だ、はいはいはい、これで電話できるようになったもんな。大佐、大統領が死んだ。そうやね。ああ残念なことだ。俺はこれからどうすれば、うん、君の目的は大統領の救出とテロリストの武装解除だった。そう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 。だが今からは大統領の最後の命令を果たすことが君の任務となる。ライデン、アーセナルギアを止めろ。大佐、このビッグシェル全体がメタルギアだという話を信じろと。私のセキュリティクリアランスでは確認することはできなかったが、はい、大統領本人の言葉だ、間違いないだろう。彼自身がテロに加担していたとしても、だからこそ信憑性が高いとも言える。それに大統領は君に自分を殺すよう頼みすらした、核発射を無効にするために、うん、彼が死んだおかげで核兵器の行使権限は副大統領に移った。これで奴らの核兵器はただの飾りに。なるほどなるほど。俺が大統領を殺すべきだったとでも。そうではない、彼の言葉は信用していいのではないかと言いたいのだ。ジャック、私もそう思う愛国者たちとかいう連中についての話も信じろと。それについては初耳だ、調査する。うんうんうん。ライデン、時間がないぞ。エマを探し出すんだ。彼女はその中央塔の B1 だろう。アーセナルが動き出す前に彼女を見つけ出すんだ。オッケー。急いで、ジャック。大統領の死を無駄にする気か。こいつほんで一回もライデンって呼ばへんもんな。ジャック、おお、はい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 、ないない、言ってみ言ってみ。ライデン、そっちはどうだ。スネークどうした。スネーク、大統領が殺された。なんだって。そうやね。すまない。核発射コードの再確認は済んでいたのか。いや、最終のバイタル ID チェックの前だった、うん、ということは奴らは核を撃てなくなったわけだ。そうなんですよ一応ね。でもオセロット、あの男オセロットは明らかにわざと大統領を殺した。それなんです。どういうことだ。わからない。大統領が死ねば核が撃てなくなることは奴らも知っていたはずだ。バイタル ID チェックを回避して核を撃つ方法がある。そう、あるいは核以上の何かがあるということ。またライデン利用されるんかな。これ知っていたのか、アーセナルギアのこと。うん、なぜ教えてくれなかった。うん、聞かれなかったからな。いやーそんな、ビッグシェルが偽装だということも。ああ、このビッグシェルは一応海洋除染施設の体裁を整えてはいる、うん、だがエイムズや大統領の言った通りそれは偽装だった。海水除染は申し訳程度にしか行われていないし、うん、破壊されても有毒化学物質など発生しないだろう。いつからそれを確かめるには時間がかかった。調べがついたのはお前があの爆弾魔を処理した後くらいだな。爆弾魔、ファットマンやったっけ。アーセナルギアがここで建造されているのは確かだ、うん、おそらく2年前のあの時から仕組まれていたんだろう。グローファー、全てがな。2年前この場所で本当は何があったんだ。お、これが2年前俺が撮った写真だ、うん、撮ったニュースや4枚撮りましたよ。有名な写真だからな、うん、あそんなに有名、あんたがタンカーを沈めたという報道だ高値で売れたんかな。じゃあそうだ、
利用されたんだ、俺もオタコンも。ほうほうほう。新型メタルギアの写真を公にして政府を威圧する予定だった。ところがどっこい？ VR 訓練で探査ミッションを経験したが、どこまで再現されているかは怪しいものだ。あれ、オルガやん。俺はメタルギア開発の証拠をつかむため偽装探査に潜入した、うん、だが同時にゴルルコビッチの率いる部隊が船を襲撃し制圧した。その部隊にオルガとオセロットも加わってたんだ。そう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 。やつもな。やつ？死んだはずの男だ、リキッド。彼らの狙いもメタルギアレイだった。だけどオセロットはゴルルコビッチ大佐と海兵隊司令官スコット・ドルフを殺してレイを奪った。スコット・ドルフ裏切り。やつらがどんな取引をしていたのかは知らん。だがあの時オセロットはこう言った、うん、返してもらうと。ああ言ってました。そしてオセロットは海兵隊ごとタンカーを沈めた、うん、はい、よく無事だったな、うん、オタコンが小型艇を用意してくれていた。沈没するタンカーに巻き込まれないようにするのが大変だった。我ながら奇跡に近い。全ては僕たちをおびき寄せるための罠だったんだ。全部罠、いつも利用されてるスネークはな。サイファーで撮影されたスネークの写真が大々的に公開された。あ、僕たちは史上最大の環境汚染テロの犯人として指名手配された。奴、うんうん、らはメタルギアを破壊して回る俺たちの行動を封じようとしたんだ。なぜスネークなんだ？スネークはシャドウモセス事件の後一種のヒーロー像となった、うん、愛国者たちはそれが気にならなかった。なんか近距離やな。奴らのことは知ってたのか。近距離戦やったな、今の。ある程度はね。なるほど。スネークは彼らが選択した英雄ではない。それで汚名を残そうとした。愛国者たちに敵対する者への見せしめって意味もあったんだ、うん、奴らの狙いは何だったんだ。あんたたちを罠にはめるため。こんな戦闘してたっけ俺ら。いや、ことは簡単じゃない、うん、こんな打ち合いしてなかった気がするけどな。ドルフ司令官が海兵隊で進めていたメタルギアレイ計画は、はい、当時から海軍で進められていたアーセナルギア計画に対抗するものだった。つまりメタルギアレイ計画自体が愛国者たちにとって邪魔なものだったんだ、うん、だから奴らは偽装タンカーを襲いレイを奪った。アフターフォローも完璧だった、うん、すぐに原油を満載した本物のタンカーをもう一隻持ってきて沈めてみせた。ここでアーセナルギアを建造するための偽装として。俺たちは利用された、まんまとはめられたんだ。毎回利用されてる本物はスネーク。かわいそうやけど。ゴルルコビッチ大佐も娘のオルガも全てはオセロットが仕組んだ。黒幕はソリダス。ソリダスがオセロットを使ってレイを。いや、彼は当時地下に潜っていた。では愛国者たちが。じゃあオセロットはなぜソリダスと共にいるんだ。ほうほうほう、なんか気になるねそれ。何、いずれわかるだろうさ。だが今はこれ以上考えている時間はなさそうだ、はい、核が使えなくともアーセナルには莫大な量のミサイル兵器がある。そうだね、奴らがそれを手に入れたら。ライデン、エマのところへ急いでくれ。エマ・エメリヒ、待ってくれ。そのエマ・エメリヒというのがあんたたちが言っていた、うん、そう、僕の妹だ。オッケーオッケー。彼女はここで何を。わからない。彼女は確かにコンピューターの天才だ、うん、でも専門はニューロ AI と複雑性理論を応用した超多変量情報解析で、はい、兵器開発じゃないんだ。いやいや、わからんけどな。とにかくアーセナルを止めるには彼女の力を借りるしかない。ライデン、彼女を頼む。オッケー、わかった。オタコンの妹やからね、ちょっと期待薄かもしれんけども、楽しみやな。女はな、女は非常に楽しみですよ。さあ、シットに来るかローズよ。その前にもう一回みんなに電話。ここでもう一回みんなに電話ですわね。もうね、エマ・エメリヒを探し出して大統領からもらったディスクを入力させるんだ。もうまあ申し訳ないけど、スーツ中央棟の B1 だ。急げ、アーセナルギアが動き出す前に彼女を確保するんだ。はい、ムービー続きで申し訳ないんですけども、ここで電話をもう一回しましょうね。俺も早操作しとうてしゃあない。エマが囚われているのは、はいはい、おそらくシェル2中央棟 B1 の第二ろ過室だ。第二ろ過室、 OK。 よし、じゃあシットに来るローズに電話しましょうか。この後かな、来るのはね。
今はまだ余裕でしょ君ね。ジャックしたいの？セーブ。あー、たまんねえな。でもその言い方もな。失礼します。ジャック、お聞いて。来たよ、来たで。みんないつも一人。よし、全然関係ない話来たぞ。私寂しかった。よしよしよし。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録をすると更新情報を逃さずチェックできます。スマホの方は画面下の動画説明欄からどうぞ。またツイッターでも更新情報をつぶやいてますので、ぜひぜひそちらのフォローもお願いします。それではまた、バイバーイ。